説明しよう。4人17歩とは、自分の前の山牌34枚を開き、そのうち13枚を使い天牌形を作る。残った21枚を順番に捨てていき、誰かが上がるまたは捨て牌が17枚になったら一局終了。今回対戦するのはこちらの4人。そして実況解説はこちら。勝敗開始。これ俺もいつ開始するの？これいつ手を挙げていいの？みんなでやるやつじゃない？やばい。宗教。しかもめっちゃシュールですよね。じゃあ交渉さんのマネですかね。はい、始まりました。本日のエキシビジョンは4人17歩です。17歩とは何ですか、郷さん。自分の目の前の山を全部開けてもらって、その中から天牌系13枚で作ります。で、残った21枚から17順捨てていって終了と。アルカさんが濃くして13面じゃなかった？え、13面の人発見しましたよ、これ。あ、本当だ。あ、やば。あ、13面だ。あ、すごいですね、13面って。これやばいですね、大体1巡目にできない。もう下山も面本のごめんちゃんですが、果たして、うん、切ったらダメなやつは、うん、そして左端に置けといた方がいいですよ。で、すごいなこれ。ちいちゃは福田ということは、この13面を何人かいくぐれるかですね。大体福田の第一打でアウトですよね、これね。福田さんはどうなってる？ね、福田さんはまだできてない。三色を作ろうとしてる。三色のカンちゃんですか。お、もうため待ちになった。お、これ面白いですよね。あ、これ変則三面。ウッパーワンウーピンにするか。サブローキンウーピンにするか。でもね、これいくら考えてもこれ多分第一打端牌ですわ。ロンって。意外に何かこう自分の町の色を安くするために自分の町の色を切るみたいな戦術もありますね。あるんで、そっちでいったら、まあでも誰かしらは八尾中華に切ってしまいそうですけど、ね、あもう掴んでる、掴んでる。あ、ロンです、ロンです。あれ違う。ロンです、ロンです。親じゃないし、3万2000円。もうみんな一生懸命考えたのに大丈夫ですよ。でもね、ペーがあんことか、ナンがあんことかあって、アルカさん、福田一生懸命開けて何か言い訳をしてますが、ほとんど当たり牌じゃない。めっちゃロンです。半分以上当たり牌じゃないかって。この真ん中からは選べないよってやってますね。これ今日は連チャンなしの、連チャンなしの4曲で、4曲もう1曲終わっちゃいましたからね、はい、これ4曲あと 4曲ですよ。すでに黒棒が、福田さん見せましたね。福田さんも最後にいい思い出ができるこれですね。俺はなんかボーっとして固まった。あ、本当だ、しょぼーん。もうやってない、もう山すら動かさない。リンリン、さあ、トン2曲ですね。変われんの？変われないよ。変われない。トン2曲。いやー、もう17歩はね、私大好きなんですよ。あ、なんか昔、やってましたね。昔なんか やっちゃいましたよね。はい。だって自分の当たり牌を切ったんとかなんか。そう。お、知ってます。福田が中連天牌。え、嘘。すごい、今サブロー9ピンで中連だったな。役満返し、役満返しあるね。おお、アルガもまたメンチンでいくか。今度はトップ目なので上がりやすい6789待ちを作るか。はあ、さすがアルガさんですね。中連はできたんですかね。中連テンパってますね。テンパイ9ピンで中連なんで、誰かが第一弾に9ピンの統一落としとかをすると危ない。はいはい、もうサブロー9ピン。福田さんはサブロー9ピン待ち。中山はマンズの面本でターハイ。ターハイです、ね、サブロー1？ サブロー1にしたのか。
あるがは三色だけ確定しましたよ。なんかもう余裕。下山は数アンコですね。あ、本当だ。積もがないんで。ただこれ出上がりしかないんでね。リーチ本一トイトイ三アンコを焼く。あれでもシャアアンコで使ったらスッタになるんじゃないですか。あ、本当だ。そうですね。ペータンキにするってありますね。うん、ペータンキトンタンキ。ただしこれの方が枚数が、うん、まあ二種類ある方がやっぱり出やすいですよね。うねうん、あ、シャアは。最初に3枚並べようという作戦なんでしょうね、うん、どうどう中山はあ ペーと E1 のシャンポン南銀リーチ南はあんこにしてる、なるほど、あ、ペーもちもちなんですねこれ、ペーもちもちとなるとこれシャーさあこれはシャーかいいんですよねきっと、それともさあ下山さんシャーシャー行きましたね、アルガはリャングマンスアルガさんがちょっと見えない、リャンウーマンスーマンのメンタンピン三色で、あ、サブロッキューピンの中連、サブロッキューピンの中連、ここは9万でいくか、トンペイはトンだと当たる、トンは当たるんだ、トンは当たります、なんでトンを3は切っちゃうかな、ダブリーメンホン、ダブリーはなしですねこれ、ダブリーはなし、リーチ一発本一トイトイ三個、あれ裏ドラは、あ、裏ドラはない、裏ドラないですね、3倍マンですか、1発本一トイトイ3個トン吐く、はい、11班で一発でトンだと3倍マンですね、2万4000ですかね、展望がもうないんで、展望もすでに足りない3万2000の時局が2万4000宝珠ですか、あらららら、アルガから2万点借りましたね、うん、いやー、うん、福田さんいい思い出になりますね、いや本当ですね、こういう時の戦術としては1枚の自敗と中連だったんだよ、あ、3枚持ってる9万とかってどっちの方がいいんですかね、これもね相手の傾向によりますよね、そうですよね、自敗待ちとか好むメンツであれば9万の方がいいし、うんうん、はいはい、しかもなんか流行りとか変わってくるんですよね、今3、うん、次3曲目ですけど、うん、あと2曲そろそろみんな19自敗待ってるなと思ったらど真ん中待ちを始めたりして、なんで真ん中の方が実は通るというのもありますよね、うん、順番にこれ補充していくんですかね、福田さんは次の中山さんに補充して中山さんにいくら補充しますかねこれ全部補充で、あと残り2回ですね、残り2曲ですね、うん、2曲福田さんと下山さんが今シーズンでさよならです、確かに最後なのにこんな終わり方でいいのか、残り2曲、さっき開始前にねこの捨て牌候補が見にくいからちゃんと並べてゆっくり切ってねっていう話をしたんですよ、確かに確かに、今のところ何の役にも立ってないですね確かに第1弾の自敗で終わってるんですけどそうですね、意味がないですね、一巡目に勝負ついちゃう、そろそろ駆け引きが見られますかね、うん、そうですね、見たい、これはまだターン牌中、うん、これはテンパってないですね、誰辞めるのと、福田さんと下山さんが今日でラストですね、福田さん卒業です、下山さんも、お、今度はリャンピンリャンペイコー、リャンペイコーね、バッソー待ち、福田は単品リャンペイコーで、さあ下山はマンズの名本ペータンキチートイツ、名本チートイのペータンキ、まだ自敗が長、あの最初に出てくるパターンだろうなということで自敗待ちにしたわけですね、他の人は後でのお楽しみです、また自敗待ち、白シャーシャンポン、うん、お下山このシャーセットされてますね、あーこれ本一チートイ、あーこれはゴールですかね、これリーチがかかる前に第一あ福田がやっぱ今自敗出やすいしということでチュン短期に変えた、あ、チュンチュンここに2枚はないじゃんだってチュンこれタイヤオとピンクとリャンペイコを決してチュンにしましたよこれもう自敗待ちでやり返してやろうと、チュン2枚セットされてる、これあれは点数縛りないんですか、ないです、ないです、お、下山真ん中から行きました、そろそろ自敗で待ってるやつがいると、ね、これですよ、流行りがちょっとうちに寄ってきました、ね、みんなさ自敗待ちにするから、あ、アルガはトンからいったチュンじゃなかったそして福田はリャンワンの合わせ打ちでスタート、お、みんなリャンワンの合わせ打ち、
みんな銃を切らないようになってますね。一巡は行きましたね。トン、トントントン。さあ福田は見えないですね。見えないですねこれね。この上下綺麗にいっぱいしろって。ペーかなんかみたいな感じですか。ナンは。ナン。ナンは通る。さっきこうやって重ねないで。あ、アルガさんが直してくれました。そうですね。さすが。こういう話をさっきしてきたんです。うん、さあこの合わせ打ちをしてるうちにもう絶対新しい牌増えないので。福田さん C1 4枚も持ってた。C1 ね。さあここでもうシャアかかりそうな気しますけど、まあでも自敗待ちしか今のところ出てないんで、お。お、真ん中行った。真ん中行きましたね。お、スーアンロンです。え、あ、逆に。リーチ、タイヤを赤赤三色12,000です。卒業する人。卒業する人たちがロン。自敗はダメだと思って真ん中は通ると思ったら真ん中で待ってる人いた。ゴー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 。ドタカメですよ、ドタカメ。卒業とは何なのか、順単期にしたのにっつってどっちにしてもダメでしたね。ウッパソーも上がれてないですね、うん、はい、次がさあ 最終局ですね。最終局となります。福田さんと下山さんは見納め、最後ぐらいなんかやろうかみたいな目で合図してるんですかね。何かを残したい、うん。さあアルガはピンズエンチンにはちょっと足りない、うん、なんか加山はなんだこれは、なんかつ、うん、想像の本一か、うん、そうっすね。お、吸ったんだ。お、すさあ短期選んでますよ。この短期はこれはですねなんだろうな。お、うん、お、高い、ここから減らしていくんですよ。お、中山も吸ったん、いや、つもり数アンコウというか、まあ、トイトイ3アンコウですね。本郎トイトイ3アンコウ、しかし1枚足りない、うん、本郎チートイにするのかな、これは足りないですね。アンハクモトンもないです。チートイですかね。お、あ、つもり数トイトイ3アンコウ、本郎とをなくしましたね。アルガはまた単品3色みたいなやつ、ね、好きっすね、単品3色好きっすね。お、単品3色いいペコ。7万点も持ってるアルガさん。まあ3万2000と1万2000上がってますからね。福田がマイナス3万2000点という素晴らしい数字になってますね。すごいなダブルヤクマンは複合してたらありですかね。スッタン大三元とかは なしですね。マースタールールなんでなしです。下山さんの短期は初になりましたね。あ、まだ自敗しました。自敗を狙ってるわけですね。初は、お、誰も使ってないからいつか出ら捨てられるか。アルガさん1枚1枚ずつ1枚ずつだと遅くなるやつですね。全員1枚なんですね、スッタンの上がり牌は。さあそろそろ準備はいいでしょうか。あ、初をなんか掴んだぞ。掴んで、あ、違う初待ちにしようとしてる。あれ、これスッタンとメンホンチートオナテンじゃないですか。あれ、福田さんは何待ちですか。あれ、タンハイしてる中山さん。チートイツにしたら福田は6、7、8、9待ちですかね。6、7、8、9、うん、福田はピンズのチンツ6、7、8、9待ちです。6、7、8、9、さすがに勝ちそうな気がする。第1弾ウーピンとか行くんですかね。あー、なるほど、ピンズを安くする。6はアルガさんに3枚、ウーピン1枚だとちょっと怪しいんで、中山さんが最後待ち選択を考えてるんですかね。これ中山さんは、本チートイの最後の待ち、あ、もう整ってる。リャンマン切ってリーチ、リャンマンの合わせ打ち。リャンマン好きっすね。リャンマン、リャンマン1枚ずつ。みんなリャンマン。下山さんは何をしてる。9ピンとか3枚ありますよ。あ、9ピンアンコ落としからスタートはありますね。9ピンアンコからかトンから、あ、9ピン当たるんですね。そうです、福田さんに当たります。トンなら大丈夫。
イーマンとかワンチャンスになる。ヤンワング1枚ずつ切られているが持ってないですね。怪しい。このアルガさんもだって実際イスチーマンで出やすくするためにヤンワン切ってリーチしてるんで。わこれ難しいですね。罠にはハマりたくない。9ピンとイーマン。あ、来た来た来た。打っちゃった。不安です。打っちゃった。福田さん上がりました。リーチ一発メンチン赤。赤。安めですが倍満ですね、うん、倍満上がっても全然ラスです、ね、終わりました。スリエロチャンネルをご覧いただきありがとうございます。スリエロチャンネルでは麻雀や人狼の動画をほぼ毎日アップしてます。チャンネル登録はこちらにお願いします。高評価もお待ちしてます。